何見てるの？罠が仕掛けてあるんだって。罠？罠、鹿とかイノシシのくくり、くくり罠、くくり罠。じゃあ罠に引っかからないように気をつけないとね。看板あるから大丈夫だよ。引っかかりやすいからさ。看板あったらダメじゃん。だってイノシシとか読めないから。読めないかね。読まないから。読めんじゃない。カクマンブチはここにドアがあります。どうに開けんだっけこれ。開かない。だって開かなくて怒れるよ。ねえ、ダメなんだよ、ここ通んなきゃ。スライドドアなんじゃない？スライドドアだよね。スライドドアだけど入れないんだよ。入れない。じゃあいいや、こっちからで。いいのか。今日はスノーシューではありません。あ、でもスノーシュー行けんじゃない。スノーシュー使おうと思えば深いとこ歩けばって。もうスノーシューにする。結構楽しいよこの辺。うるうるして。うん、じゃあスノーシュー入ってくるか。俺はいい。なんで？俺はあるからいい。入ってきな。カクマンブチ何年ぶり？もう何年も来てないよ。何年ぶりぐらい？5年ぐらいじゃないのかな。5年ぶりぐらいか。ずいぶん来てないよね。来てない。山登ろうが楽しくなっちゃったからね。昔は米メインだったんだけどね。スノーシュー履いた方がいいかも。本当？うん。そこで私の唯一の自慢、MSR のスノーシューです。かっこいいな。スノーシュー3年ぶり？2年ぶり？3年ぶり2年ぶりだよ。3年ぶり。去年一昨年履いてないからね。履き方忘れちゃった。忘れちゃうよね。合ってる？合ってんじゃね。いいんだよ別に。足にくっついてればどうだって。履けた。履けた。久しぶりすぎて。よく分からなかった。よし。じゃあ俺も履くよ。はい。私はこれです。わかん。夜間じゃないですよ、和漢。あの 和式の漢字機これもらったんですよね。ここにこういう感じの字が漢字でなんか名が入ってますね。字これを履いてみようと思います。よし。こっちか。ここで前だっけ、これ本当練習したんだよ。どういうとこあるの？あるんだ。あ、え、オッケー。うん、開けた。 MSR 対 VS 日本の心。じゃあそこさ、深いからあの行ってみたら。いい感じです。楽しそう。では次は世界が誇る MSR。 行け。
と、やっぱ沈まない。足跡はこんな感じ。スノーシューはなんかつながりますね。かかとが離れますけどね。和漢はなんか雪男の足跡みたい。あ、そうだね。うん、いや、行けますよ。いや、どうだろう。まだ歩き始めたばっかりだから、歩き始めたばっかりだからまだ分かんない。このどんどん行って。よし、おー。お、深い。お、深い。結構深いね。お、お、ズボズボ行く。スノーシューでも苦戦して、MSR のスノーシューでも苦戦してますね。それ私が歩いてきた後。こんなんです。結構深い。深いとこと浅いところがあって楽しい。あ、結構いいかも。なんて言ったって、なんて言ったって軽い。軽いです。楽しそうだね。楽しいよ。楽しいよ。はい、て寄され寄されと雪が降る泣きのご十子短い足に感じき吐いて越えてきた。あいやーあいやー、なんだっけ、地蔵角万長七郎。楽しいなこれ。はしゃぎすぎ。ちょっとやっぱ小沼とは違うこの景色だよね。すごい。角万淵恐るべし。でも常にいつも恐るべしなんだけどさ、俺さ。そんな怖がっててどうすんだ。そんな怖がっててどうすんだよ。よし、こや、よし、こ、はあ、喉がガラガラになっちゃったよ、サブちゃん歌ったから。サブちゃん歌ったからさ。お、終わってる。このね、わかんないとこね、アイゼンと併用できる。結構大丈夫、滑らない。滑ったとしてもアイゼンが効くから、うん、多分軽くて軽いからいいんだと思う。で多分もう靴だったらもっと沈んでると思う。うん、傾向するにいいかも。アイゼンの時に軽いから楽しいです。さすが日本の心、日本の歌。やぶれ。はい、休憩。
あー今日いい天気だわ。歩きやすい？うん、軽くていいよ。うーん、履いてみる？うん、ちょっと交換しよう。でもそのスノーシュールレディースだよね。あ、レディースだけど、まあ俺足小さいから大丈夫か。まあ体重出るみたいだけど、でもそんな変わんないでしょ。体重は随分違うと思うよ。大丈夫じゃない。まあいいや、ちょっとまあ短いけど、いいよ、壊れてもいいや、別に。じゃあ交換。じゃあちょっと交換しよう。脱ぐのも簡単。ねえ、楽そう。アイゼンもつける？うん、それもついでに。そう、アイゼンがないとね、氷のとこが厳しい。うん。はい。よし、こう。よし。スノーシューに比べると結構軽い。でも軽いでしょ。軽い。何やってんだよ。助けて、助けて。ストックがないから。ストック、ストック、あ。ちょっと待って。はい、なんだよもう。反動で。ごめんね。いや。どうしようか。立てました。メガネに雪が。よし、行くよ。どう？大丈夫？大丈夫だよ。大丈夫？深いね。私はスノーシューを履いてます。スノーシューだから歌も変えよう。 MSR のスノーシューヨロレヒヒヨロレヒヒ履いて。どうぞ先に。ヨロレヒヒヨロレヒヒ。あ、やっぱ深いとこはこっちの方が歩きやすいんだね。そうだね。うん。何、交換して後悔？いいよ、俺の足跡の後ついてくれば。よいしょ。いける？先歩くよ、いけなかったら。はい、今日はこの東屋でお昼にします。やっぱガソリンストーブだよね。よし、巻いたよ。
はい、カレー。入水じゃないよ。ワンダム。ねぎり。はい。お湯がいっぱい。この蓋についたさ、このネギとかさ、もったいないよね。舐めていい。撮影してるから食べない。はい、おにぎり、おにぎり、おお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 優しい、うん、薄いんがいいんだよ。ああ、いい、染み渡る。やっぱいいね、うん、これでよ、俺は。フォークがいい。僕がいい。スプーンじゃ無理。僕ごめん、ごめんね。閉まっちゃったよ。閉まっちゃったよ。そっか、あの急遽カレーになったからね。ごめんね。いいよ、いいよ。フォーク。はい、はい、ありがとう。なんで割るか大丈夫か。よいしょ。ああ、この角満縁はね、ここでお昼が食べられるからね、いい。もう最後、常温の水並みに冷たい。んなことまだまだまだいや本当だって、まだ、まあ、ございました、ございました、まだそんなにでももう40、50度はないよね。ないないないあっという間にぬるくなっちゃうんだよ。これがいいんだよ。ああ、もうここで止まっていい？ダメだよ、動きたくねえんだけど。寝袋も何もないよ。ダメだね、じゃね、うん、せめて車に戻らないと。ねえ、ん、梅がいっぱいあって結構酸っぱいんだけどなんでだろう。最後だからね。ちょっとでいい、ちょっとでいい、ちょっとでいい、いいよ、多いよ、うん、嘘がいいんだよ。俺も酸っぱいね。いいじゃん、体にいいよ。うん、あ、嘘、薄い、味がない。ただ酸っぱい風味のお湯になっちゃった。はい、あー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。忘れ物ないね。ないです。はい、じゃあ撤収。よいしょ、よいしょ。気をつけないと。よいしょ。来た道、来た足跡をたどっていけば沈まないと思うんだ。お、結構沈むな。はい、あずまや、バイバーイ。バードウォッチング小屋。そう、バードウォッチング小屋なんですよ。よし、行こう。
帰りは楽だ、冒険ロードを通らないからよいしょ。それではまたねー。